はい、それでは次肩行きたいと思います。まず基本をね、もう一回押さえて。距離感っていうのはもう左右対称なんで振り幅です。絶対に手加減、右手でパチンと入れたりとかすると毎回振り回す。ですからしっかりと振り幅で振って、ね、そして今日のテーマはロングパットですから、まあまあこのぐらいの距離から、ね、振ったらいいと思いますけども、まずこう例えば、ね、いつもこういうマークだったらマークを置きます。そしてボールっていうのは大概こういう文字とかでこう縦ラインがで、後ろから見たときに傾斜を読むんですよね。こうパッと見たら、あ、これだと右から左に曲がっていくなと、ね、そしたらどのぐらい曲がるんやろ、それを計算しながらこのボールのラインを自分がこの方向に打ち出したらちょうどいいかなという方に合わすんです。でこれこう曲がるとなったらちょっと右に向けたらこういう、するとここまでできましたら、あとちょこっと距離感だけ見て、あとこのラインを大概パターンで線になってますから、それをきっちり合わせるんですよね、直線に、はい、それで構える、ね、それでこのぐらいかなと思ったら、うん、で寄って、で、まあ、あのぐらいやったらもう OK 出ます、ね、こういうことでございます。わかりました？大丈夫ですか？まだね、何でも分からんことあったら聞いてください、ね、そしたらまた、それぞれ分かれて一緒にやってみてください。お願いします。